TX のお客様ご来店でーす。これ来ないな、パンクして。スタンドさんでパンク修理してもらったんだけど、またパンクしちゃったんだよ。これコレット面とサイドウォールのギリギリのとこなんで、うちだったらパンク修理しねえっすけどね。ちょっと残り山がいっぱいあったからもったいねえなと思ってパンク修理用にしちゃったのよ。でまたパンクしちゃったんすね。どっからパンクしちゃったんすかこれ。この下だよ、この下から釘がぶっ刺さってんだよこれ。あれ、これ外側からじゃなくて内側から釘ぶさってんすかこれ。そうなんだよ、ミステリーだね、ミステリー。だとしたらスタンドさんで外面修理するときにこれ釘抜かねえで中に入っちゃってたんすね。そっか、太陽の中でずっと生きてたんだこれ。遠心力でくる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 回ってたんすかね、この釘。ここもパンク修理できないんで今日は一本交換でした。結構長いね。あ、でもこっちの方が分かりやすいか。豆腐バー、わかりにくい。じゃあそれでー。そしてまた次のノアのお客さんも釘だらけだー。